お家でゆったり美味しいものを食べて過ごしたいと思います。最初のお部屋が本当に今回この会場がディオールさんのラコルノアというお城をモチーフにした会場になってまして、本当に世界観がディオールに満ち溢れていて、もう一歩入った瞬間からもうディオールのハッピーホリデーズというそのテーマに沿ったきらびやかな空間が広がっていて圧倒されました。やっぱりクリスマスってちょっとなんか特別な気分を味わえるシーズンというイメージが強くて、やっぱり家族と過ごしたり温かい空気に包まれるそんな時間だと思っていて、そのギフトももちろんその時間も大切にしたいなと思っています。で、印象に残ったギフトはディオールのアドベントカレンダーがありまして、ビューティーの方を1日ずつ開けるのが本当に楽しみで、毎年変わってて何が今日出てくるのだろうっていうワクワクを持ちながら朝を迎えるのが楽しみです。そうですね、やっぱりお家でゆったり美味しいものを食べて過ごしたいと思います。のんびりと。